はいどうも、スーパーマリオメーカーです。いや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 、何を言うとんねん、ほんまに。あ、じゃあ遊ぶやろ、遊ぶ。いもういけない、遊ぶで、うん、作るじゃん。いや、作るか、それでやらんと無理や。作るでさっきのコースを、あ、これや、それでやったや。じゃあ、あれをやったやん、と、あ、トレインがもう始まった。あ、こっから攻めてもた。邪魔邪魔邪魔。あのなんか投稿するみたいなんで、あれやん、コースあれした、やるやつ、あれやん、あれやってんねん、この、ああああ、そうやな、多分できるはずや、ほら、それチェックする、チェックするがあるんじゃない、これ確か、ほら、きれい、おー、来た、これでいけるやん、これでいくか、あー、来た、パタパタ。まあこれはほんまに時間がテクニックやと思うな、これでも、だいぶ俺不定感もあるしみたいな、わかる、あーおい、あー、届かんな。まあ、ここは。うわぁ、うわぁ。えぇ、すげぇ。何しゃがんだよ。何やねん、これ。とりあえずもう行くか。だいたいでもあそこまで行けるけど。まあ、制限時間があるから、やっぱりこれ。うわぁ、これほんまに、むずい思うで、俺。これ俺どうしたらええんやろって思うもん、多分最初やったら。ほんまに。これ何やねん、お前。最初。こいつら誰ってなる。うわぁ。こいつの多分関係ないやろけど。あれだ、踏めろもんやな、多分ギリギリ。あ、オッケーオッケーオッケー。あれちょっと踏みに行こう。言えるかどうか知らんけど。あ、うわぁ、うわ、あ、まあ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 。ここ、うわぁ、ちょ、ちょ、でかっ。あ、なんかあるな、そこ。えぐいな、これ。ゴールはあそこにあると。ああ、やばい、もう最初。やばい。これも、どつぼにハマってもとパターンだもん、これも。これだ、おい。ほんまに多分結構、むずいというか。まず知らんかったらやばいやろっていうレベルやからね、ほら、まず。ああ、最初の最初。最初に作ったステージ、多分はるかにむずいと思う。はるかにむずい。うわ。あー、オッケー、見えた。うわーここや。うわ、まず、うわ。いや、でもこっから、こっからやから、ほんまはまだ。せやな。せや、こっからや、こっからや。一番の難所。いや、難所やからな。あー、むずい。いや、そっちは閉会ともって感じやけどな、俺からしたらまだ。あー、もうこれじゃもう言われへんけど、うん、まあ、あれはもう難しいと思って、ここのコースだ、ほんまに。なん、うん、これクリアできて、これシンプルやけどむずいって感じのコースだな。うわぁ、あー、よし、うわぁ、いいぇ、いいぇ、もうこれでもタイミングほんま掴んのかな、あそこ行けへんからな。もうここは分かってんや、明日。やばい。これは確かに。ガチめにむずいからな。うわ。てん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 。ここここ。あ、来た。うわ。オッケー。え？うわ。え？気がなくなったんじゃん。いや、あー、全滅か。あれ？めっちゃ長かったな。え？え？長かったっけよ。なぜ？オリジナルパターン。うー、すげえ、オリジナル。いくで。え？うわぁ。このタイミングね。あそこ軽々と。うわぁ、そっちのタイミング、えぇ、ー、いや、そうかい。あか。うわぁ、えぐいな、あれ。これ、ここから。えぐいな、ここから。これ、いや、これ、ここがまず難所やん。そうやな。もうまず。1個ミスったら。だって1個ミスったらまだこっからやからな。ここがなんなら。5ミスったらもう無理やから。ぐらいのレベルやな。うわぁ、でも、普通に、えぇ、ー、オッケーメイ。うわぁ、やばいんじゃん。あれ多分な。うわぁ、マジで。これ踏んで多分行くんじゃん、下手し。こいつ。めっちゃこいつ維持したわ。イエーイ、イエーイ、マジ、はい、マ
悪いね。しつこかうわやばえぇーテクニックが狙いました。早すぎやろ、俺攻略するの。俺が食ったやつだけでも全然できんかったのに。早っ。レベルシャープ。もうプレイヤーとしての。やばスキル。うわ、やばいな。てかもうだってタイミングとか全然違うタイミングでいっきょうからな。ジャンプ力違うだろ、全然。右は気にならへんかったやん、もうあの。いや、もう気にならへんの。右の。あっちのさっきあったやん、ゴールに。まあもう簡単に言ったらもうパタパタ踏んでいくっていうのは分かったから、俺の中でまあパタパタやし。まあでも実際パタパタ、ほんま踏んで、踏まんくてもいけないんやな。最後。はい、そうそう、ジャンプでいけんねん。でかすぎましたね。いやー、もうちょっとギリギリにしとったらよかったな。やば。もう結構俺だな、うまいかな、ジャンプするの。マジで俺もタイミングだっているもんな、ほんまに。ここでは無理だけやろ絶対に。無理やけど。うわぁやば惜しいな。あれ、でかかったら下手しい。確かに言っとったかもな、ディガマリアやったら。うん。ディガマリアで言っとんかあれ、もしかして。わからんな。言っとんかもしれんもんな。俺、基本的にジャンプするうまいからな。非常にうまかったもん、そこがまず。すごい。連続で、だって。うわやばえぇやばもうまさ、悪いね。いやー、そっち側はあかんかったな。そっち側にプレイングがあったやつね、無理やろ。だよな。これでいけるんや。ここも下手くそなんじゃなかったもん。多分俺がこれ下手くそなんじゃったら多分無理やったやろ、多分。いや、無理やろな。俺だから右に行くんかなって、そこで結構ギリギリのラインやったから、うん、そこでハマってくれへんかと思ったら、もう見る気もせんかったもん。最初だけやった。1回2回ぐらいやった。あー、行くか、これ。早かったな。メジルのこれぐらいのスピードで確か攻略したけど。メジル早いよ。多分5分やもん、俺。マジで ?5 分攻略スピード。15の音だからね、まだ時間。この技術が。めっちゃ早かったな。てか、まずここの、あれの段階で、うますぎやろ。じゃあね、あれの段階で。ジャンプで何回もやってたよな。ここ、ちょっと無理やろ、みたいな。無理やろ、言ってた。まだクリアしたんだよ、一応ここ。下で一応。もうギリギリクリアできたな。何回もやり直して。ほんで何回もやり直したらできひんのあれでもないやろ、でも一応。いや、パタパタのタイミングがむずやろ。もう降ってくるのこの子たち気にならんな。ならやん。あー、ミスった。やばいな。でもなかなか。だからそこはほんまに。いいな。やばい。バラって全然いける。迷うところがあんま長いもんないもんだって。あでもこっちかも右か左かしかないわけやから、で左がやっぱ、もう一個ぐらいつくと分かった。左に行ったらもう、飛んどうから、踏んでいけるんかなと思うやっぱ。いい、やばいわ、もう。だからもう、あと3、4パターンぐらいいるんや。あ、なお。1パターン欲しかったやんか、もう1パターン。こんな軽々。うん、あそこのやっぱ技術をもう、一発で普通行かへんもんね。もう見つけたもんだな、やっぱ最後も。一番最後。ほんで、くる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 。やりながらほんま無理やな。最後も。誰も知らんかったらもう一生落ちていくっていう。呼ばれてもとですな。ボノバレしとったな。ほんまにやったな。いやー。早かった。俺甘く見たらあかんわ。くそー。まさ、もうすごい自信満々だから俺とかやってきたんや。絶対無理やから。いやー。いやでもこれ、むずい。自信満々来て。いやー、こんなあっさりいかれるぞっていうレベルのコースやったんや。いや、ちょっとテクニックが高すぎたな。高かったな。まあ、おさんたぶん、マスターにテクニックがなさすぎたから多分難しいだけで、多分俺が作っとったとしたら多分こんな程度のコース多分何もあれやと、いや、余裕クリアできるかなって謎だったもん、多分。ああ、これやったら余裕やわ、みたいな。うん、余裕やったもん、俺で先生別に。それちょっとやり直したらいけるぐらいのレベル。あと、マリオ歴が違いますね、やっぱ。特にこれ、ニューマリのやつやったからね。余計。まあ、知っとったっていうのあるわ。知っとうから、ニューマリは。ああ。やっとったから、2回ぐらい。うわぁ。いやー、結局だから仕掛ける側勝つって難しいな、やっぱり。だよな。もうパターン読まれるもんな、うん、何回かやったら。まあまあ、20分あったらいけるからな、多分。さっき5分くらい行ってもだしな。結局どっちも10分以内にはクリアしとかな。うん。まあ次やる側になったら楽しみやけどな、また。確かに。まあテクニックがいるやつも絶対あれや、出てくるやろかな。まあこれ今アイテムこんだけしかないから。確かに、出てくるやろ、もっとあれやろな。増えてきたら、うん。クッパとかやろ。だいぶ変わるやろな。そういう、敵とか。うん。パカ。いや、やりたいな。悔しいな。おもろかった。いや、結構あっさりしとったから、もうちょい悔しいけどな。作る時間、制作時間30分ぐらいかかってなくて。それはまこのくらいか。カメラで合わせなかもんな。でもそう考えたらゲーム作っといてやばいやろ。やばい。これやばいけどな、このゲームほんま。じゃあ次は、龍馬が名人指導で作って。うん。それを、俺か、
リョーマ。そうやな、二人どっちかがやるみたいな感じで。いいんじゃない。なるほど。はい、というわけで、とりあえず今回は、このパタパターンというステージね。まあまたこれもまた配信できるんで多分配信していくと思うんでね。うん。まあぜひ皆さんもこれプレイしてみてください。じゃあ、終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。